デイビッド・ハミルトン2011年デイビッド・ハミルトンはイギリス出身の写真家、映画監督。ハミルトンはロンドンで育つが第二次世界大戦の戦火が激しくなる中、学校教育は中断を余儀なくされた。当時しばしば過ごしたドーセットの田舎は後の作品に影響を与えた。戦後、ロンドンに戻り学校を卒業した。彼の芸術的才能は 建築設計事務所で働く間に培われた。20歳でパリへ行き、エル氏のピーターナップのもとでグラフィックデザイナーとして働いた。成功して名が知られるようになると、ロンドンのクイーンマガジン氏の美術監督として引き抜かれた。やがてハミルトンはパリに戻り、パリ最大のデパートプランタンの美術監督となった。プランタン在職中に、 商業写真を撮影し始め、ぼんやりとした画像粒子の荒いスタイルはすぐに評価を得た。年齢が16歳を超えた少女の写真を撮ることに関心はないと語ったこともあるハミルトンは、少女らを被写体としたカレンダー写真やソフトフォーカスが特徴のエロチックな映画作品で最もよく知られている。ハミルトンの写真は、レアリテ、ツベン、ホトのような雑誌でも需要が大きかった。 1960年代の終わりから、ハミルトンの作品は、個性的で他の作家と間違うことのないようなスタイルになった。独特のソフトフォーカスによるヌード写真は日本でも人気があり、何人かのモデルの写真集を手掛けた。2005年、子供の歪説写真を所有していたとして、有罪判決を受けた英国人の男が、ハミルトンの著作を所持していたことも明らかになった。 検察当局は当時、そのうちの一部の写真は、歪説としか言いようがないと指摘していた。2016年、ハミルトンのモデルを未成年児に務めた女性4人が性的暴行を受けたと公表し、世間の注目が集まっていた。これについてハミルトンは、過去にも同様の訴えにさらされたものの容疑はすでに晴れている、として、これを否定し、 逆に被害者を名乗る女性らを訴えるとコメントした。2016年11月25日、フランスパリ・ロック・モンパルナス大通り41番地の自宅で亡くなっているのが見つかった。情報筋の話では、死因は心不全で、遺体のそばに薬が見つかったという。83歳だった。デビッド・ハミルトン・ルートル・ベイ・モート、プブルル26・のバンブラ2016・パール・イヴ・イエーゲル。 シュールルサイト・レパリジャン、写真家ディーハミルトン氏、遺体で発見元少女モデルへの暴行疑惑で、注目 AFP2016 年11月26日付。ありがとうございます。